Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回はパッチ 7.0 新タイトル情報。来年の夏に出るか。次の大型アップデートタイトルが黄金の遺産2024年予定ということで、単純計算で今から1年後であると。でなかなかね、なぎ説が長いんじゃないかなと。で今回のこの黄金の遺産、幻の黄金鏡に光った光の戦士は海を渡ると。それが新大陸トラルといって、今まで三大洲で一つの大陸だった場所から離れて海を渡って西の新大陸へ行くと。新たなプレイヤーターンはトライオラ、あのリムサとかグリダニアとかクガネとかと一緒で、異文化かつ多民族の特徴があると。自然を感じさせるような民族的な雰囲気であると。ここの王様がグルージャジャというマムージャという種族であると。でおそらくね、冒頭のムービーで登場していたやつだと思うんですけども、ファイナルファンタジー11ですね、マムージャ族というのが登場してます。でこのマムージャが物語の重要人物だそうです。物語はこのグルージャジャの次の王位を誰が継ぐかを題材にしていると。で街中もね、すっごい好きな雰囲気で、しばらくは拠点になるんじゃないかなと。でフィールドも追加されて、新大陸ならではの作りになっている模様です。で新たな部族としてペルペル族っていうのが出て、有効部族になるかは分からないけど、今後に期待ということです。はい、そして次に、レベルキャップですね。レベルキャップ上限が100になるということで、ゲザクラも同様で100になると。まあ、これに伴って全てにジョブに追加アクション、これ非常に楽しみです。続いて新ジョブなんですけども、新ジョブなんと今回は詳細は明かされませんでした。ただロールだけと種類の発表がありました。新ジョブはなんと2つ出て、それが DPS でメレーとキャスターであると。リーパーに続きメレーえらい増えるなと思ってて、まあ、それ以外だとキャスターとレンジが来るかなとは予想してました。で個人的にはね、タンクも増やしてほしいなと思ったりはしてます。でヨシピーの T シャツ、途中でねまたこう服を脱いでなんかシャツになってて、 T シャツに書いてある A がミュータントタートルズの A で、まあ、これが匂わせかとファン同士で予想しているけど、まあ、本人もちょっとねシャツをえらいアピールしてたんで、シャツにヒントがありそうです。でタートルズにヒントかなと思って、このね持ってる武器とかいろいろ見てたら、まあ、ヌンチャクとか被ってる、忍者の武器は被ってる、刀はあるって考えると、一人は棒を持ってたんですね。これを他の作品で例えると、キャスター枠で考えるなら風水師か三術師、どちらも棒を装備できるし、キャスター枠の2ジョブはファイナルファンタジータクティクスのジョブを元にちょっと予想しています。風水師は地形を利用した魔法、算術師はさまざまな現象を算数数学物理などで読み解く、まあ、学問なんですけども、ファイナルファンタジータクティクスの世界では魔法という超常現象になっていて、まあ、戦闘を支配するほどの超強ジョブであると。数字に強いので、例えば1人のキャラクターを回復した時にオーバーヒールしてしまったが、オーバーした分を別の仲間に割り振ったり、他にも例えばこのレベルのやつが素数のどれかの単位で算術で叩き出して、数字で指定して対象のやつに無条件でですみたいな、なんかファイナルファンタジータクティクス内では敵味方問わずだったんで、謝れば味方ともどもでしたが、うまく使えばぶっ壊れジョブであったと。これを14内に落とし込むとしたら、キャスターでシナジー多めのジョブとしてできそうです。赤間同士のように近接コンボは棒で叩いて、まあ、算術でシナジーをばらまいて魔法も使っていくと。で14は1分バーストとか2分バーストとか数字的な部分があるので、まあ、なんとなく算術師も刺さりそうな気はします。でもう一つの風水師も地形を利用して、その地形に応じた属性や状態以上で攻撃を行っていくんですが、まあ、よく考えたら14内で地形を利用して攻撃するジョブはちょっと技術的に厳しそうでした。でここまでいろいろ考察してきましたが、一番可能性があるのは海賊、または別の名でコルセアというものがファイナルファンタジー11にあります。俺はこれを待っていたんだ。コルセア的なねジョブが来てほしいと。過去に出てもいないジョブを妄想解説したことがあるっていう、それくらい好きなものなんですけども、今回のトレーラーで、まあ、それっぽいイメージで、まだこれ断定されてるわけでもないのですが、期待を込めてちょっと来てほしいなと思っています。ちなみにコルセアといえばFF11 で登場した海賊をイメージしたジョブで、メイン武器は銃で、サブウェポンが剣か短剣っていうものでした。11のコルセアはもともとシナジージョブです。ギャンブル要素がありますが、ダイスを振って出た目の分だけパーティーのステータスを上昇さすことができます。個人的にはね、あの懐にねちょっと単銃でも忍ばしてるんじゃないかと思ってて、まあ、片手剣とね片手銃で詩人並みのシナジーを持つテクニカルメレージョブになるんじゃないかと予想します。
コルセアはね、ヒーラーのサポートもできたりしたんで、全体軽減を持つメレーとかだとね、個性を出していけそうというか、出てくれ。新ボスも公開されていました、幻獣バリガルマンダー。ファイナルファンタジー6にいる幻獣なんですけども、もしかしたら行月でファイナルファンタジー4がね、オマージュされたように、次はね、ファイナルファンタジー6のキャラが登場する可能性があると。ただ、すでにボスであるケフカはね、登場しているんで、まあ、そもそも組み込ませてくるのかはわからないですが、どういった組み込ませ方があるのかは楽しみであると。あとはパッチ 7.0 も順次、コンテンツサポーター対応していくと。一人でゆっくり遊びたい人も、新規の人も、遊びやすくなるのは変わらずであると。で新装備が更新されていくのも変わらないと。で基礎バトルコンテンツも追加されていきます。フィールドフェイト、モブハント、新トレジャーハント、レベルアジャストサブクエスト、新ダンジョンっていう風に基本の流れはもう今までと同じです。で次に新たな生活系大規模コンテンツっていうことで、これちょっと詳細はまだ出てなかったんですけども、おそらく無人島とはまた別のコンテンツっぽそうです。で他にも戦闘系コンテンツがバリアントダンジョンとアライアンスレイド、8人レイドに新たな絶と。で PVP でアップデートがあって各種調整と、まあ、フロントラインに関しては新マップがありますよということで、まあ、この辺もね今まで通りで、引き続き遊べるような内容になってるんじゃないかなと。そして今あるコンテンツも引き続きまだ、アップデートしていく内容っていうのが、青魔同士のアップデートは継続していくと。でヒルディブランドもまだまだ物語は続きますよということで継続と。ディープダンジョンに関しては新企画ということで、またちょっと違う形になるのかもしれません。ただ、ディープダンジョンという名前がついている以上は、基本的には潜っていくっていうのは変わらないのかなと思います。で他にもね、なんかバトルコンテンツを開発中とちらっと、言っておられたんで、もしかしたらなんだろう、漆黒でいうところのボズヤみたいなのが、来るんじゃないかなと期待してます。ゴールド操作はアップデートが入るということで、結構ね大きく、アップデート入るっぽいです。ずらっとこのような感じなんですけども、コンテンツ面に総じて言えるのは、今までと変わらずに追加されていくと。よく言えば安心して遊べる、悪く言えばマンネリ化なりやすいと見受けられますが、やはりねレベル上限解放なのと、全ジョブアクションの追加に新ジョブとあるので、ジョブごとの楽しみが増える分、それだけでもねかなりのボリューム感だと思います。次にシステム面がアップデートされます。簡単にまとめると、グラフィックスのアップデート、装備の染色が2箇所可能に、頭装備つけたままメガネが可能に、家具数の設置数の増加、ホワイトボード機能の追加。グラフィックスアップデートは第1次で、画面全体の美しさを追求して、まあ、質感が上昇すると。できるだけ元のキャラクターのイメージを損なわずにアップデートしていくっていうことで、鮮明さとか肌質とか目が綺麗になっていったと。で装備に関してもこう全部変わるだけではなく、 7.1 以降に順次装備もね綺麗に更新していくっていうことです。で NPC もねなんか順番に綺麗になっていくっていうことで、マップなども全体的に質感が上がったのと、暗いところが明確に見るようになったと。で 7.0 のエリアは格段に綺麗ということでした。そしてパソコンのスペックなんですけども、結構上がってると思います。だからね、高画質で遊ぼうと思ったら結構なスペックいるんじゃないですかね。はい。で次に装備の染色が2箇所可能になると。これ例えば胴体を染色したら、もともと白い装備に一部分赤に染められるとかあったんが、そのもともと白かった分もおそらく染めれるようになるんじゃないかと。だから2色自分の好きなように染めれるんで、これすっごいね個性が出ると思ってて、非常にありがたい機能であります。で特殊装備枠でメガネが別途装備可能になると。これは頭装備をつけたままメガネが装備可能になると。これに関しては特殊装備枠ということで、完全に装備とは別扱いだけど、装備枠として装備するものであって、ステータスに影響はないということです。であとは家具設置数の増加ですね。 7.x のどこかでアップデートということで、もうこれね非常に待ち望んでました。個人的には FC ハウスがね生まれ変わるってなるとね、これいくつ減るのかちょっとまだ詳細出てないんですけども、倍ぐらいになったらいいんじゃないかなと思ってます。でホワイトボード機能の追加っていうことで、これねギミックや3回図を相談できる機能、これなんかよく YouTube でね解説動画とか見てると、こういうシーンを見かけるんですけど、これがゲーム内でねすごい相談しやすいようにできるっていうことで、これねボイスありきでないとできないようなことが、これチャットでもできそうなんで、すごいね高難易度で使い勝手が良くなるのかなと思います。パッチ 7.0 以降のアップデート情報はここまでで、今まだ残ってるパッチ 6.x、 次回から 6.45 なのか 6.5 なのかちょっとその辺分かんないんですけども、そのシリーズのお知らせが出てたと。なんとフリートライアルでグレンまで遊べるようになりました。パッチ 6.5 から適用なので、おそらく年内か年明けぐらいにはすぐできるようになるんで、次のタイトルが出る新規で気になってる方は
ここで、ね、無料で遊ぶことができてて、グレンまでってことは実質ゲームソフト3本分もしくは かかる時間によってはそれ以上ぐらいの時間をかけての遊ぶものを無料で遊べるっていうのはすごいかなと思います。ただフリートライアルって結構機能制限されたりするんで、なんかしっかり遊ぼうと思うとやっぱり最初からねもう課金してやってる方が幅広く遊べるかなと思います。そしてなんとコラボ企画があったっぽくて、フォールガイズとコラボすると、でフォールガイズのゲーム側に14キャラが登場 して、こちらのファイナルファンタジー14内にもフォールガイズのなんかステージが登場してて、これゴールドソーサーでもしかしたらレースが可能なんじゃないかなという話です。これがパッチ 6.5X なんで結構ねもう後の方かなと思います。で最後に、XBOX でいよいよ出ると、 XBOX 版ファイナルファンタジー14で、まあ、これね日本国内においてはね多分あんまり、まあ、やってるユーザー多いんですけど、どっちかというと海外の人がねすごいXBOX 持って遊んでる人が多いので、そっちにすごい強い影響があるのかと思われます。で高速ロードで 4K に対応してると。で基本的にプレステ4の時から言われてたんですけども、プレステ4と XBOX だったら XBOX の方が性能いいよねっていう話があったんで、綺麗に遊ぶっていう概念では結構遊びやすいのかもしれません。XBOX は2024年春にオープンベータ予定で、そこからできるだけ早く正式リリース予定であると。でダウンロード版のみ発売っていう情報が出ていました。パッチ 7.0、6.5 に関するところはこんなもんで、まだねちょっとファンフェスあと何回かあるっぽいんで、新ジョブとかは2本でね出るんじゃないかなと勝手にちょっと思っております。今後の情報に期待を込めて、今回の内容は大方でも出たかなという感じで、少なくともね今回のこの世界観知ることができたっていう、もう海賊をテーマに黄金鏡をこうなんか駆け巡る冒険するみたいな、もうめちゃくちゃ好きなんですよその世界観なので、次のタイトル今までの中で一番個人的には楽しみなんで、もう期待しまくりで、来年の夏を迎えたいと思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。